皆さんこんにちは、成沢です。今日も私の動画見に来ていただいてありがとうございます。今日は私が最近気に入って使っているレオフォトさんというですねメーカーの三脚をご紹介したいと思います。最近のカメラって手ブレ補正がとっても優秀になってきたので三脚を使う機会って少なくなってきたのかなというふうに思います。ただその反面カメラが高画素化していて画素数がすごい高くなっているのでブレを感じやすくなっているっていうのもあるんですね。それはやっぱりカメラが高画素化することによって手ブレ補正があってもやっぱりブレるリスクっていうのがすごく高まってきているので画素数の高いカメラを使う人は昼間でも三脚を使って撮影した方がいいですよなんていう意見もありますよね。そんな中で私が主に撮影している被写体っていうのは、星景写真それから天体写真ですね。基本的に赤道儀っていうですねアイテムを使って撮影する写真それから最後にスライダーとか、を使ってタイムラプスを撮るっていうこの3つに共通しているのはスローシャッターを基本的に使うっていうことなんですね。三脚が必須の撮影スタイルになります。今日の動画はですね星空に向いた三脚って何かなとか三脚っていまいち選び方よくわからないんだよねっていう人ですとか車以外の交通手段で遠征に行きたいそういった方にですね非常に参考になる動画になればいいなと思っています。今日も行ってみましょう。まずこのレオフォトさんのいいところを紹介する前に私というですね写真家の特徴というかどういうことを考えてなぜレオフォトの三脚を購入するに至ったのかっていうところまでを追って説明したいなと思います。まず星空の写真全般で言えることなんですけれども重さも性能っていう言葉があります。シャッターを開いてる間はビタッと止まって動いちゃいけないちょっとでもブレたらもうアウトっていう。で特に星空の写真天体写真になると空にあるただの点を追いかけて撮影するわけですからブレたらアウトなんですね。そして、私あんまりお金がないので高い機材は使えないとそれこそ三脚ってねどれがいいのって言ったらいやそんな実を買えばいいに決まってんじゃんみたいな間違ってないですよ間違ってないんですけどお金がある人はねそれ買えばいいと思うんですよね。というふうになると基本的にアルミ三脚を選ぶことになるんですね。で私が今まで使ってた三脚をお見せするとですねまずこれジッツオの G415 って書いてますけどすごい懐かしい三脚ですね。これ重さはですね5キロとか6キロとか結構重いですよ。この三脚を使ってしばらく撮っててそのうちですねちょっとですね振動が多いっていうことに気づいたんですよ。こう足を閉じていると感じないんですけど足を伸ばしているとこうちょっと叩くとブルブルブルって振動が出て結構ですねそれが写真に伝わって点で撮れてないっていうことが多くなったんですよね。なんであ重さだけじゃねえなっていうふうに思ったんですよ。でこれ天体望遠鏡の三脚なんですけどね皆さんこういうの見たことありません？ここくるくる回すと中からこういうスパイクっていうのが出てくるんですね。これなんでこうなってるかってわかりますか？やっぱゴムだと沈むんですね。だから本当にブレを気にするような私みたいに星空を撮っている人っていうのはアスファルトの上にこのスパイクで立てた方が一番ブレにくいんですよ。このビビたるさがスローシャッターでは本当に命取りになる。面で押さえた方がブレにくい場合もあるでしょうし、私みたいに星空を撮るような人はアスファルトの上にスパイクを立てて三脚を設置してその上に赤道儀を乗せて追尾撮影をした方がいい結果が出ますよっていう。私ですね
三脚いっぱいあるんですよ。まあこのぐらいこういう感じでですね、いっぱいあるんですけども、ただですね、星の撮影ではすごい三脚大事なのにずっとケチってたんですねで、私が思う三脚上で選ぶ上での重要なそのチェックポイント、スパイクが出ること、もしくはスパイクがついている三脚であること、それから振動を吸収しやすいっていうことですね。パイプ径、この太さですね、この太さが30ミリ以上あった方がいいかな。28ミリとかギリギリのラインでももちろんいいんですけど、30ミリ、まあ、前後から上あるといいなという。あとは掃除がしやすいっていうことですね。星空の撮影は夜露がよくつくんですよ。で、まあ乾かしてからね持ち帰ればいいんですけど、どうしてもその三脚を伸ばしっぱなしにして車の中に積み込めない時とかありますから、どうしてもねこう畳まなきゃいけない。そうすると中で水分がこう回っちゃってパーツが腐ってったりとか、まあ、そういう故障の原因にもなったりするので、掃除がしやすいやつっていうのがいいですね。まあ、天体写真とか星の撮影やってる人が三脚選ぶときに必ずやるのが、ここをですね持ってこういうひねりを加えるんですよ。でこれでガタつきが大きいと、あこの三脚は星には向かないなっていうふうに思うんですよね。カメラ三脚はねやっぱねこういう、まあ、安いやつとかももちろんそうですけど、あなんかカタログスペックではいい感じだけど実際こうやってひねってみるとあんま良くねえなみたいなのはたまにあります。まあこのレオホさんの三脚を実際触ってこういう風にやっても、すごく動きが少ないので、あまあこれはいけるわなと。でカタログスペックで耐荷重いくつとかってあるじゃないですか。私あれ全然気にしないんですよ、まあ、全然気にしないって言ったら嘘になるのかな、あんまり気にしないです。というのもその基準がメーカーによってまちまちなんですよ。だからメーカーによっては実際の性能よりもマイナス5キロしたものをカタログに載せてますとか、もしくは最大ここまでいけますよっていう数字を載せてますとかっていうのがメーカーによってまちまちなんで、あまり信用してないというか参考にならないんですよ。結構そこ落とし穴だと思うんですけど、耐荷重とか軸荷重とかそれだけを見て、うわこのメーカー耐荷重25キロって書いてあるから OK とか、うん、このメーカーなんか耐荷重15キロって書いてるけどなんか似たようなスペックなのになんでこんな10キロも差あんのとかっていうのは、そういうからくりがあるからなんですよね。それだけで判断するのは危険ですから、やっぱ実際触ってねこうやって見てみたりとかするのが本当は一番いいと思うんですよ。まあこういった機材を使ってて、ちょっとずつその三脚の違いっていうのをこう撮影を通じて身に染みて味わってきた感じだったんですよ。まあそんな中でレオフォトさんの特集記事を見たんです。デジカメウォッチさんの記事なんですけど、レオフォトさんって中国のメーカーなんですけど、中国の工場に行ってきましたっていう記事が載ってて、でそれを見てですねこれ来てるなと、まあ、その記事を見てですね、まあ、やっぱカーボンだよなと。自分の用途だと、まあ、今までアルミ三脚命みたいな感じでずっと使ってたけど、やっぱカーボンそろそろ手出した方がいいかなっていうふうにその記事見てやっぱり思って、実をまで手出せないけど、高くて出せないけど、あでも結構いいんじゃないのこれだったら、実を並みにって言ったらちょっと実を好きな人に怒られるかもしれないですけど、まあそれに負けず劣らずの性能、まあ自分が使うにはね安定した性能があるんじゃないかなというふうに思って、すごく共感したのがさっきの石づきゴムの話なんですけどね。レオフォトさんは買うとこういうスパイクついてくるんですよ。なので石づきゴムをこっちに交換できる。でこれがまたねいいんだ、すごいしっかりして、それに加えてですね、石づきゴムのこのねこの石づきゴムの中がゴムが少ないみたいなんですよ。アルミなのかな、ほぼアルミなんですよね。なので、まあ、こういう石づきゴムを使わなきゃいけないアスファルトの上じゃない場面でも沈み込み、ゴムによる沈み込みが少ないんだろうなっていうのをすっごいなんかね共感しちゃったんですよ。先端のこの石づきゴムが重くなりますから、三脚広げた時に、まあ、重心っていうほどでもないんですけど三脚の先端が重く作られているので多少まあ倒れにくいのかなみたいなイメージも持ったり、それから分解掃除がしやすいっていうところですね。こういうふうに
分解装置がしやすいんですよ。ここをこうひねるじゃないですか。そうすると最後までこう外すとスポーンと取れるんですよ。で、多分三脚に詳しい人とか三脚の掃除上手な人はこういうやつも取って清掃したいと思うんですけど、自分はねここ取れてほしくないんですよ。というのも海外の遠征先とかそれこそ車の中でとか前日に夜露がびちょびちょになって掃除したいなって時にこう外した瞬間にね小さいパーツがポロポロっと取れたりとか間違って踏んで割っちゃったとかそういうことになると嫌なので、ここは私はこう外れないのは本当嬉しいんですよね。ここで全部こうひねっていくと全てこうやって分解できるんですね。でこう入れる時はこう溝があるので溝と溝をですねこう合わせて入れてこういうひねれば OK。 簡単でしょ。でこれで分解して、まあ、新聞紙の上とかに広げておけばね中もちゃんと乾くんだ。やっぱね夜露ついた次の人が外すとこうびっちゃびちゃなんですよね中も。だから長く使うにやっぱり分解清掃をした方がよくて、こういう掃除がしやすい仕様だっていうのはすごく嬉しかったですね。高い三脚は全部こういう風に掃除しやすくなってんのかもしれないですけど、私はね基本的にこう、まあ、安い三脚というかそんなにね高額な商品を買えなかったので、この手の価格帯この仕様で、まあ、こういう掃除がしやすいっていうのは本当に自分はあこれは便利だなというふうに思いました。でそれからセンターポールがない設計なんですね。通常の三脚って、まあ、こういうふうにですね真ん中にポールがあるんですよ。これこういうエレベーターってこうくるくる回すと高くなったり下がったり、星空の撮影ってそもそも三脚高く設置しないし、エレベーターを使ってこう高くセンターポール使って高くすると首細いじゃないですか。だからブレやすくなるの で基本的には私はセンターポール使わないのでいらない。でこれセンターポールがないんですよ。でセンターポールがなくなる分ここの径が細くなるのでスーツケースとかに収納するときにすっごく収納しやすくなるんですね。で実際レオフォトさんの三脚ですね、スーツケースに収納するとこういう感じでですねめちゃめちゃスペースが生まれて、これで 1,2,3,4 本入ってるんですよね。この短い三脚を私スライダー用で2本持ってるんですけども、こういうふうに片側のその半分のスペースで三脚4本が入っちゃったんで、これはいいなと。あとやっぱりそのこの伸ばして使った時にこの振動の少なさですね、まあ、これはカーボンの特徴だと思うんですけども、レオフォトさんの三脚はやっぱりそのなんかこう10層構造とかなんかすごい、何層にも厚く作ってるいい良質なカーボンを使ってるみたいで、振動もこう叩いて振動を吸収する感じもすごくブレが少ないしすぐ振動が止まるっていう感じですね。あ、やっぱカーボンはこういうもんなんだなって思いましたけど、重いのは嫌だとか振動は嫌だとかスパイクがあった方がいいとか掃除しやすい方がいい、小型ケール持ち歩きしやすい方が海外遠征にも行きやすいみたいな、そういう悩みが全てレオフォトの三脚を使うことで解決いたしました。型番を見るとパイプ径が一目瞭然なんですよ。その数字これだと LS324 の32、最初の2つがパイプ径なんでこれ32ミリってことですね。こういう型番を見ればパイプ径が見えるというのと、そのうちの4っていうのが、これ4段っていうことですね。この縁が1234段ですよっていうことですね。これまあこの数字が小さい方が剛性、丈夫にはなるんですけども、数字が大きい方が小型になるので持ち歩きがしやすいですよと。まあ、基本的には全部伸ばして使うってことは私の場合そんなにないんでね、小さい、短く済むものを選びました。で後ろの C はカーボンの C ですね。でもちろんこういうふうに三脚を低く設置することもできます。まあ、センターポールがないのでいちいち取り外しすること必要もないですよね。でこっちがこれですね、私5段って始まって使ったんですけど、これ LS365C ってやつなんですね。パイプ径が36ミリで5段なんですよ。
五段って初めても使いますけどね。1,2,3,4,5 という感じで。ただこれもね、やっぱパイプ系が太いだけあってすごい5段あってもめちゃめちゃ丈夫なんですよね。でそれでいて、さっきの三脚と比べるとその段数が1個多い分だけ短く、分かりづらい短く済みます。それからこれが、まずこの上に乗ってるやつですね。これが PG-1 ジンバル雲台と言います。ジンバル雲台っていうと、あの動画用のジンバル、ここにあるんですけどね、こういうやつっすよ。手ぶれ防止でこう動画が撮れると、まあ、いわゆるスタビライザーってやつですね。まあ、これジンバルっていうふうに言われるんですけども、私が言ってるジンバルはこういうものではなくて、ちょっとイメージ湧きづらくてすみません。本当はこう上に超望遠レンズとか乗せて、超望遠レンズ乗せた時ってパーン棒とかひねったらガクンってこう動くじゃないですか。まあ、そうじゃなくてバランス取って設置することで、こう指一本でこう動かせますよというようなこの雲台なんですね。で私はこれ実はですね、天体写真の撮影で使ってて、ちょっと画像だけお見せしますけど、ポラリエ U2 の先端にこれ片持ちフォークっていう使い方でレオフォトさんの PG-1 を乗っけて天体写真を撮ってるんですね。でこの方法についてはちょっと後々ポラリエ U のレビューとか、天体写真のことをお話しするときにこれの使い方は詳しくやりたいなと思うんですけども、まあ、これも素晴らしいですよね。まずこの圧倒的にこの肉抜きされた感じですね。こう強度を保ちながら軽量化できることは全て軽量化しましたみたいな、こういう肉抜きがもう素晴らしくてですね、がっちりしててやっぱりブレが圧倒的に少なくなりましたよね。これは、サミットシリーズってやつ、 LM っていう、 LS がレンジャーシリーズでセンターポールないタイプ、この LM っていうのがサミットシリーズって言って、こっちはそのセンターポールというかちょっと課題が大きいタイプなんですけど、これ私同じやつ2つ持ってます。でめちゃめちゃ短いんですよ。これはですね、タイムラプススライダー用に2つ導入しました。でセンターポールがこう動くので、センターポールじゃないや、ハーフボールが動くので水平出しがしやすいですよ。まあ、ここに水準器もしっかりついてますしね。はい、まあ、ここがなんかひねるタイプがいいのか、それともパチンと止めるタイプがいいのかっていうのは好みによるところは大きいんですよね。なのでそんなに私は気にしてないですかね。うん、はい、というわけで今日はレオフォト三脚のことをご紹介しました。まあ、細かいところを紹介しなかったですけどね、このアルカスイス規格で基本になってて、まあ、取り外しがしやすいですよとか、まあ、そういうちょっと細かいところを、端折って紹介しましたけど、実際私も半年ぐらい使ったのかな、なんですけど、まあ、めちゃめちゃ気に入っててですね、結構レオフォトさんの三脚気にされてる方多いみたいなので、ちょっとでも魅力が伝われば嬉しいかな。それでは次の動画でお会いしましょう。このチャンネル気に入った方は、チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら、バイバイ、したっけねー。